こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、仮勘知について解説いたします。この仮勘知、すごくイメージしづらい部分なんですね。なんでこれをできるだけ分かりやすくですね、解説できればと思っております。で、まず仮勘知のこのまず勘知ですね。勘知って何かというと、土地区画整理が行われた後、それぞれの土地所有者に割り当てられる土地、これが勘知なんですね。ちょっと具体例出すと、こういった、使いづらい土地がありました。四角じゃない土地って使いづらいじゃないですか。これちょっと形が悪いですよね、どれも。だから使いづらい。また道路もこれ曲がっていて使いづらい。だからこういったところを工事を行って、工事って区画整理って言うんですけども、区画整理を行って、このように真四角の土地、また道路もちょっと広くして使いやすいようにする、これが土地区画整理事業っていうやつですね。で、これによって A さんは例えば、今回ちょっと具体例で言うと、 A さんはこの隣、ここの土地ですね、 A さんはここの土地を使うことができるので、結果的にはここの土地ですね、ここの土地を割り当てられるんですよ。つまり A さんの勘違いはここになるっていう話です、今回の具体例で言うと。また B さんについてはちょっと書いてないんですけど、例えばここを割り当てられるとかっていった感じなんですね。このように工事が終わった後に割り当てられる土地が勘違いなんですね。で、その勘違いが行われる前に、仮に勘違いを指定しましょう、仮に勘違いとして与えましょうっていうのが仮勘違いなんです。で、基本的にですね、工事が最後まで終わった後じゃないと、これらの土地っていうのは使うことができないんですね。もっと厳密に言ったら、工事が全部終わって、勘違い処分っていうのが行われます。で、その後、それが広告されるんですね。みんなにお知らせが行きます。工事が完了しましたよってお知らせが行く。お知らせが行った後、初めてこれらの土地って使うことができるんですよ。つまり、使用収益できるってことになるんですね。全部の工事が終わった後じゃないと、これ使用収益できない。ただし、この工事の期間が例えば3年とか4年とかかかるってなってくると、初めの方に工事が終わった土地ってずっと使えないのもったいないじゃないですか。例えばここは1年で工事終わりましたっていうのであれば、残り2年も3年も使わずに置いとくんですか。これもったいないですよね。だから仮にここだけ勘違いしましょう、工事が終わった一部分だけ勘違いの指定をしますよ、これが仮勘違いなんですよ。仮勘違いだから、この工事が終わった部分については、もう使うことができるようにしましょうっていう風な制度が仮勘違いなんですね。で、また別の動画でもちょっとお伝えするんですけども、じゃあ仮勘違いの指定を受けたら、もう勝手に建物を建てていいのか、使うことができるのかっていうと、実はそうじゃなくて、知事とかの許可をもらって建てることができるっていう話です。これも一つのポイントになるので、頭に入れておくといいんじゃないのかなと思います。別の建築制限とかのところで解説はしていこうとは思います。で、今回の事例なんですけども、工地の所有者は A さん、お土の所有者は B さん。で、A さんは工事の結果、この隣のこっちの土地、ここですね。ここを割り当てられる。仮勘違いの指定を受けて、最終的には、ここの土地について勘違いを受けるっていう流れになるという具体例を出します。ただし、一番最初の土地区画整理法の概要のところだったかな、でお伝えしたんですけども、勘違い相応の原則っていうのがあるんですね。勘違い相応の原則っていうのがあります。これはどういった原則かっていうと、従前の宅地と勘違いっていうものは、位置だったりとか、位置って場所ですね。土地の場所だったりとか、土地の面積とかを対応するようにしてくださいねっていう原則があるんですね。つまり A さんここを使っていたっていうのであれば、勘違いも普通はここなんですよ。普通はここなんだけれども、仮勘違いを説明する上でここだとすごく分かりづらいんですね。だから今回は分かりやすいように1個ずらしたっていう話です。で、これは便宜上ずらしたって考えていただければと思います。実際は大体同じところです。大体同じところ、今回は分かりやすいように1個ずらします。つまり A さんはここの工地を使っていたけれども、隣のお土について仮勘違いの指定を受けた場合の具体例を出します。これがその図ですね。で、 A さんはこっちを使うわけなんで、ここ誰も使わなくなりますよね。で、ここについては誰かしらが使うんですけども、もうここも話すと分かりづらくなるので、とりあえず A さんだけ考えます。 A さんはここの土地から隣の土地に移りますよといった事例です。
で、ここでお土を見ていただきたいんですよ。ここの土地です。今回はここの土地を中心に考えていきます。まず従前の宅地について考えます。従前の宅地はここから左です。従前の宅地についてお土を使用しているのは誰でしょうか。これは B さんですよね。 B さん、また所有権を持っているのも B さんです。 B さん、これ OK ですね。で、じゃあお土について A さんが仮勘地の指定を受けたってなるとどうなるかっていうと、まず所有権についてはこれ変わらないんですよ。お土の所有権は B さんなんですね。つまり権利関係は変わりません。抵当権が設定されていたというのであれば、このお土に抵当権も設定されている、それも変わらないんですよ。ただ変わってくるのは使用収益できる人が変わります。もともと B さんが使用収益してたけども、仮勘地の指定を受けることによって A さんがここ使用することができるんですね。 B さんはもう使用することはできません、仮勘地の指定がされると。じゃあ B さんはって言ったら、また別のところを仮勘地を指定されるわけなんで、まあ、B さんは違うところを使うと、まあ、いったイメージで大丈夫です。なんでまずですね、所有権については変更しないよ、仮勘地の指定だけでは所有権については変更しませんよ、一方で使用収益できる人が変わりますよ、ここポイントなんで頭に入れておきましょう。で、ちょっと細かいことをお伝えしていきます。それが下の図です。どういった内容かっていうと、この仮勘地の指定をするときにこう通知して行うんですよ。通知します。 A さんに対して、 A さん、あなたはこれからはこのオツ土地を使ってくださいね、これまでは高地を使っていたけども仮勘地の指定があった後はオツ地を使ってくださいねって通知をするんです。で、もっと具体的に言うと、効力発生日っていうのがそこに書かれているんですね。効力はこの日に発生しますって書かれています。なので原則としては効力発生日から A さんはお土を使うことができるんですね。なのでお土を見たときに、効力発生日前まではお土は B さん使いますよね。で、効力が発生したときから、仮勘地の指定の効力が発生したときからお土を使用収益できるのは A さんです。ここまで OK ですね。ただし、その通知の中でこの使用収益の開始日が別の日が定められているっていう場合があるんですよ。通常効力発生日と使用収益の開始日って一緒なんだけども、使用収益の開始日がずれているっていった場合もあるんですよ。例えばちょっと工事が終わってませんとか、あとちょっとで終わります、あと10日ぐらいで終わりますみたいな感じで、ちょっと10日ずらして使用収益の開始日が決まっているみたいな場合があるんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、使用収益できる日がちょっとずれているわけだから、ちょっと使えないわけなんですよ。で、自分の土地っていうのはここあるけれども、これ別の人が使うわけですよね。別の人が使うから、仮勘地の指定の効力発生日に高地っていうのはもう A さん使えなくなりますよ。で、通常であればこっちのお土を使うことができるけども、あれ使えませんよって話なんですよ、お土。そうすると A さん、まあ今言った10日間なんですけども、10日間使えない日が出てくる。つまりどこの土地も使えない、高地も使えないし、お土も使えないっていう日が出てくる。それはこれかわいそうですよね。だからこの部分については施工者は損失を保証しなければなりませんよっていうルールになっています。使用収益の開始日を別の日に定めたっていうんであれば、その分は損失を保証してあげてくださいねっていうようなルールがありますんで、これも頭に入れておくといいでしょう。まあ、今回は仮勘地について解説いたしました。勘地処分以降の細かい話はしてませんので、ここまでの話として、この仮勘地の指定があってから勘地処分があるまでですね、ここしっかりですね頭に入れていただければと思います。すごく重要な内容なんで、ぜひですね何回か動画を見ていただいて頭に入れていきましょう。そして弊社は個別指導を行っております。個別指導についてはできるだけ分かりやすく具体例を出しながら解説していますんで、もし次の試験で絶対合格したいという方は一緒に勉強できたら嬉しいです。宅建試験は理解ができれば合格できる資格なんで、できるだけ理解できる部分は理解をしていきましょう。ただ実際この無料の動画だけでは細かい部分までまだ理解すべき部分たくさん話すってことはできませんので、それについては個別指導で解説させていただいておりますんで、ぜひですね個別指導をご利用いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。